いいね、すごい、なんか由緒、由緒あるある神社らしいですね。関川村、そうそう、関川村、お、締め縄もすごいっすよ、すごい立派な締め縄、大倉神社って、二礼、失礼、さあいます、気持ち入りました、気持ち入りましたね、すごいいいとこ見ました。その昔大蛇を退治するために、うん、退治しようとした人の琵琶が、うん、ここに祀られてるという、あの大したもんじゃ祭りでも、ちょうどこの神社の前がそうです、目指しておりました、うん、関川村の丸勝会館なんです。ここにちょっとお邪魔して、うん、新年早々なんですけどもここにもね、うん、強引にお願いして、うん、新年明けましておめでとうございます、ございます年始にありました大きな地震、特に能登方面ですね、こちらの方が、震災されてますが、お見舞い申し上げます。さてですね、はい、綱吉チャンネルも、新たなる新年を迎えましたので、うん、まず今日は、新年会ということで、はい、元気にやってまいりたいと思います、はい、今日はこれは どちらですか。ここはこちらですね、関川村でございます。新潟県の北の方に、そうです、北の方です、めちゃくちゃ北の方です。今回も強引にお願いしてこの時期ですけども新年会をやりたいなと思ういうことでやってまいりましたので、本日はよろしくお願いいたします。いただきます。じゃいまーすじゃいまーすじゃいまーすすごく心ちょっと現れて、確かにやっぱ新年もね、うん、こういうところから、ね、そうそうそう、うん、私も年男を出せて、初年またはマグロ年ですんで今年はいいね、止まることなく、あ、そうそう、竜のごとく、うん、ウェイウェイと、マグロのごとくね、前へ前へと、確かに邁進していきましょうということでございました、この綱吉チャンネルと。ございます。頼むー、ざいまーす、ざいまーす、ざいまーす。どちらこちらですね、新潟県の北の方ですね、はい、関川村にあります割烹丸勝会館さんのご主人でございます、はい、今日はよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いいたします。新年会、はい、これ新年会になりますので嬉しいです。よろしいですか。はい、じゃあ早速2階の方へ。あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いやー、1年、あー、本当、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、わー、しゃ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 、じゃあ昨年は本当にお世話になりました。ありました。また、今年も、私年男ですんで、うん、先ほども言いましたけども、竜のごとく、はい、上上、マグロのごとく、前へ前へ、うん、邁進していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。それではご賞味ください、乾杯。乾杯。いいね。いやー、うまい。あっという間の1年だけですか。いやー、走りましたね。走ったでしょ、うん、年間で言うと20-30分いきますか。手探り状態で、手探り180度以上、お、やっぱり変わりましたよね、捉え方といい、あ、そう、変わったさ、いい方向に、いや、いい方向ですよ、もちろん。初日初入荷の
新潟一番マグロです。うわー、来たー、来ましたー。いや、すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。初入荷の初競り初煮で来た千葉の天然本マグロ、間違いなく新潟ナンバーワンだから。これもしかしてこれ全部マグロですか？全部マグロです。マグロだ。見て、いやこれ、マグロも素晴らしいんだけど、何を隠すさ、マルカツさんの、これ見てくださいこれ。これ、仕事してらっしゃるんですよ。私にはもうこの仕事がもうふつふつと見えますけども。このピンク色のが中トロあります、ね。はいはいはい。これ中トロ。これなんか見たことない、本当肉厚ですね。はい、ですね。普通の刺身じゃちょっとこんな厚さはないですからね。左側が赤身です。これ赤身です。赤身。綺麗。なんか俺の今日着てるネルシャツと同じくらいでしょ。もっと赤いな。もっと赤い。こちらが同じ赤身を漬けにしました。関東風の漬けでございます。一回80度の湯にくぐしてから2時間漬けると周りを白くして、はい、これ東京の漬けっていうのは大体こうやって、でその漬けだれを染み込むように、はい、まとうようにこういうふうに一回湯に通してからマグロをやるっていう、これも技術のうちです。お醤油が、うん、はい、2種類、中トロの方には辛味大根とかが合うんで。そう、来ましたね、はい、醤油と柿醤油だと。これ柿醤油だね。あ、ミスしかないでしょこれ。なんで、はい、こっち柿、はい、こっち普通、はい、好みですけど柿醤油だとわさびの方が合うような気はする。なるほどね、はい、普通の醤油では辛味大根で、はい、食べてみろと、はい、こういうマルカツのメッセージでございます、はい、じゃこれ早速、はい、いただきましょう、はいはいはい、あれか、なんといっても赤身からです。わさびと、うん、柿醤油でしょ。醤油入れます。どうぞ。いやどうぞ。これね、まずいわけないっすよ。そう、完全に。いやもうね、ちょっと俺ね、喋る以外のがもうみんな感じて。柿醤油、いや散っちゃってマジで。あ、ほら、すっげえ。おいしい。明けましておめでとうございます。新春、新春が新潟一番マグロ、え、今年の初煮の新潟一番だと思います。私のインスタでもね、上げさせてもらいましたけど、200キロオーバーの1億何千万とかそういうことではないですけども、まあそういうものはやっぱり豊洲の方に、うん、そうそう、正月ですからね、いますけども、この味で文句あるのかと言うことですよ。私は言いたいのはね、確かに全てが豊洲中心で回ってるんじゃねえだと、うん、いうことをやっぱり切々とね、うん、このチャンネルでも伝え続けられますよ。そうそうです、うん、新潟でも十分いいマグロはあるんです。確かに、うん、でもやっぱマグロは一期一会なんで、うん、その時そのタイミングじゃないと会えない、買えない、食べれないっていうのがあるんで、これは常に綱吉と情報の共有をしてもらえれば。そうだよね、綱吉が YouTube で出てる時もかっこいいけど、仕事をしてやっぱり魚マグロを撒いた時の目、あれやっぱり男惚れするわ。まあ、ちょっとかっこいい。やったらもう漬けいきます。漬けいきましょう。漬けはマルカツのご主人、これ辛味大根で、うん、普通の醤油でいけと、うん、ってことはこういうことですよね。大根おろしがついている。いやいや、辛味大根って意外に合うんですよこれ。いやいや、本当意外に合うんですよ。ちょっとね、まあ合うか合わないか、もうやってみましょう、うん、やってみましょう。うん、やっぱりね、すっきりする。あー、すっきりする。いや、変な話、辛味大根なくてもうまいっすよ。うん、だから相乗効果で辛味大根あったらなおさらも。ちょっといただいてくださいよ。中トロ見てこれ、新潟一番マグロの中トロですよ。なかなか、どうしてどうして。これもちょっとわさび多めで、おお、柿醤油で。
まあね、マジうまいわ、これほんとうまい。そうだよ、ね、いやーこれね、もうほんと味わってもらいたい。新潟にはこういうマグロも来るようになったんですよ、ね、お客様のおかげと、まあ、もちろん私の努力もあるかもしれませんけども、うん、ね、荷受けの人たちのやっぱり必死なね、買い付けの、うん、仕入れの努力の賜物だと思いますんで。そうだよね、はい、あの豊洲だけがナンバーワンじゃないと思います、うん、たくさんの人が関わってるからね。そうです、なので海の恵みに感謝でごわす。岡山の生牡蠣です。おお、これが普通の、はい、まあ、ポン酢に大根おろしによくあるやつで、はい、こっちがマリネです。マリネ、調理学校とホテルが用意してます、はい、そうそう、だからね、こういうね、私にはね、マリネとかね、出してくるわけですよ。こういうね、やっぱ素材の変化も面白いでしょ。面白い、はい、ぜひ食べてください。普通の生牡蠣とマリネ、うん、酸っぱいんですか。レモン汁の酸っぱさです。初恋ほど出しそうじゃん、これ。苦いもん、ね、初恋レモン汁と辛味と48ですけど初恋ほど出したよ、これ。岡山の、岡山のカキネロス、岡山。僕ね、岡山のカキって正直食べたことなくて、うん、今日ニューケの人に聞いて、そしたら、いや岡山になかなかどうしてだよって言ってるから、そう、じゃあちょっと食べちゃおうっすよみたいな感じで、今日岡山のカキを行きますね。じゃあまずはオーソドックス、ポン酢で。これまた辛味大根入ってますよ。いただきます。いや俺初岡山、岡山って俺あんま聞かねえんだけどな。俺はいただきます。もう多分視聴者さんがみんな飽きてるよな。もうだろ、ボーナス、ボーナス。うまい、いいね。いや、うまいよ、うまい。それをちょっと残しつつ、残しつつこのね、うん、いつもの感じで牡蠣を食べた後に、これマルカスさんの言ってくれる、これマリネって言ってた。マリネ、マリネ見たことない。結構なんかでも一つ一つが大きいね。いや、ちょっとでかいね。でかい、ちょっとでかい。岡山、さすが岡山、甘食用っすよ。マリネです、初めてです。出ます。もう来たか、うん、もうね、マリネあるんだマリネね、そうね、伝わるかな、合う、そう、またどうなんだよって感じで、ちょっと食べてみよっか。食べてみて。天然のマガモです。網で取るらしいです。おお、うん。これあの油がすごく出るやつですか。出ますね。カモの油じゃ。どうしてどうして。マグロにも勝るとも劣らないって言いますからね、この時期のカモの油は。じゃあこれを、鍋で投入して。お。あとしかも。ももと胸です。胸、はい、で初めはももを先にやってから胸肉入れると、はい、あほほほ、安田のイカラスさんから。もうこれはうまいさ、先にこれ入れてって言ったからね。セリなんですよね、これね。セリハマっちゃって。マグロとホタテとアボカドのタルタルです。おや見ましたこれ、関川村ってこれ食べてる。まあ関川村そういうことじゃないけども、まさか今日ねそのタルタルが出ると思いませんよ。綺麗です、見たってくださいよこれ。これはフランスの仕事、フランス料理になります。フランス料理だよ。フランスはちょっと醤油とか。じゃあちょっと日本風になってるわけだ。そうですね、ほら、関川村のタルタルってそういうことなんですよ。フランスだけども日本の良さを取り入れた関川村バージョンのタルタル、これ丸カツだけですから。いきましょうよこれ、はい、これちゃんと味を想像できてる。あのね、正直もうちょっと分かんない、びっくりしすぎて。
マグロとホタテとアボカドだね。ねえ、ホタテ入ってんだよ、あんた。実際に食べた方がおかしい。上っ面だけじゃなくてね。これでいきます。これでいきます。うん。どうぞ。うまい。ありがとうございます。これもうね、あのこの言葉ぴったり、サーフィンみたい。最高よ。これちょっとね、食べた方がいいよ。作ってきた口。バケットとかにも食べる。なバケット最高だよこれ。うまい。これさ、休日の朝に出てきたらもうメロメロだな。もうさ、もう刺身もタルタルもいただきましたね。で、牡蠣もいただいたでしょ。と思ったら鴨鍋できてるでしょ。もうさっきのさっきのあのどこの鴨だっけ。安田の五十嵐さん あの持ってきてくれて、鴨天然マグモですよ。どうですかね、ご主人。完璧です。わー、盛ります。いただきます。これはさ、天然この油がやばい。油これは代表的な野菜として豆腐、豆腐、白菜、えのき、人参、ネギ、そしてセリですね。セリです。このセリじゃないですよ、セリ。超うまそう。わかる、これ油が超うまそう。ほら光ってるよこれ。黄金スープだからね。黄金スープですよ。超うまそう。まずはスープからいただきますね。あ、これちょっとやばいな。もうどんな姿だよこれ。マジで。ボーン。まだまだまだ。マルカさんちょっといいですか。ちょっとね。そちらに。このね、もうね、この俺ね、まあ、実はマルカツさんのつゆって俺大好きなんだけど、もうね、ま、ちょっとマルカツさん、マルカツさん、はい、なんかこれ特製スープなんですよね。そうですね、煮干しと、まあ、ウルメなんですけど、あとサバ節で取ってます。これね、なんですよこれ。マルカツ会館で例えば鴨鍋食べたいって言うと、これは出るんですか。出ますね。ただ鴨の時期が終わるかもしれない。そうですね、はい、それがあるので、まあ一つでも覚えていただいて、この出汁のこのうまさでね、ウルメとサバ節ですよ。うまい。これぜひとも味わってくださいよこれ。いやーすごい。ちょっと食べてこれマジで。ねえねえ、でもさね、あの鴨もカモを食べて、シーパックと、うん、ごめんなさい。カモでいきます。なに、トゥルスリーパーかと思うぐらいやばい。うまっ。手感ですね。安田のイカナツ、ちょっとうまい。うまい。これは絶対美味しいよ。もう香りもすごくいい、あの鼻に抜ける香り。アイランと全然違うね。まずは、まあ、子供たちとこれからのね、未来を担う若者たちと一緒に海でクリーン作戦したっていうことは、うん、やっぱり一つ大きなことですよ。意味があったよ。これやっぱり魚で私ご飯食べさせてもらってますから、海にも感謝しなきゃいけないし、漁業関係者、魚に携わる人、うん、運んでくれた人、うん、食べてくれた人、うん、でそれを美味しいって言ってお金払ってくれた人、全ての人にやっぱ感謝しなくちゃいけないので、これはやっぱり魚のつながりとして非常に良かったことではないかなと。そうだよね、うん、と同時に、一番川上である漁師さんとも、うん、お近づきになれて、あの新川のそうっす、あの宅呼ばれさんですね。それはやっぱり魚屋としてみれば、川上から川下までのつながりということができたので、これは非常に良かったと思う一つですね。これきっかけで出演もありましたね。そうですね、あった CM もね。そう、
いただきましたし、まあいろいろお話いただきましたけども、うん、これもね大事な大きな一歩で飛躍ですよ。これはつなぎちチャンネルの防止のね裏にも書いてありますけども、うん、人と魚をつなぎます、うん、つなぎちチャンネル、これはやっぱり信念にのっとって一歩筋が通ってるんではなかろうかというふうに思いますね、うん、魚だけじゃなくてゴミ問題でね、やっぱり海を大切にしなくちゃいけない、ゴミを捨てちゃダメだ、ゴミは拾って帰ろう持って帰ろうっていうことがね、うん、ああいう子たちのお友達にも広がったり、見てくれた視聴者の方々も広まってくれたらやっぱりなおさらいいんですよ ね、うん、ゴミ拾った子はゴミ捨てないから、ね、そういうことですよ、うん、ゴミ拾って何が悪い、思い出残してきましたけどっていう、うん、そういう、まあ、ちょっと言いますね、今いいこと言ったね、今ね、つなぎちアベンジャーズはお寿司もねやりましたから、お寿司もやった、秘密基地で、秘密基地であれもなかなか体験ないでしょ、いやあれもさ、うん、ちゃんとした包丁を持たせて、そうそうそう、しっかりね子供たちがネタ切りつけてお寿司握ったわけですから、うん、あれも至福の味だと思いますよ。で、あんなね、うん、同い年のね仲間たちがいっぱいいて、うん、美味しいお魚をさお寿司で食べたっていうことに関してはやっぱり、ね、うん、いい思い出だったと思いますよ。あのお魚が、うん、あのお店で売られてる状態じゃない状態から、そうそこから、ね、ちゃんとしっかりと学ぶっていうのはね、うん、これも感じの食育そうだと思うんで、これもすごくいいことだったと思いますね。いや本当に、うん、つなぎちチャンネルは芯がちゃんとあるね。ありがとうございます。来ましたよ、まだ丸勝さんがまた持ってきてくれました。なんでしょう、次は最後のマグロになります、はい、南高梅とバジルのソースです。いや、関川村で食べれるこれ、プレートで食べたな、プレートで南高梅とバジルのソースでマグロ食べるんですよ、関川村は。なんかあの新潟と北じゃ話じゃないですよ、これもうでジュレっぽくなってますやっぱりこれはね、丸勝さんの腕でしょうね、これ完全に僕はそう思います。完食、美味しかった、美味しかった、よし、俺も食べちゃったから今回はちょっと広口の、もうごめんなさい、ちょっとね食べてみて。まずこれプレートっていうのはね、やっぱりこ う, おしゃれ洋食になるよね、もうちょっとジュレつけて、うん、まい、ジュレとさ、マグロが合うと思うよ、うん、本当にもう洋食で、うん、超合うし、あ、梅のさっぱり感で、うん、なおさらいいでしょ、せっかくもらう人みんな食べてもらいたい、いいでしょ、出る、ボール出るの、出るさ、今両手が蓋があったからボール出ました鮭の味噌漬け小焼きですと、あとは出しましょう。マルカさん、なんとおっしゃりました、これ鮭の味噌漬け、うん、なんかふるさと納税だっけと、あと通販ですね、チェッカー村のふるさと納税ですか、返礼品ですね、返礼品でなんとこちらマルカツカイカイさんの味噌漬けがこれ食べれることですよ。だし巻きはついてませんよ、だし巻きはついてないけどもこれは通販と返礼品で味噌漬け食べれる。これ見てる方で、うん、食べたいなっていう方は、はい、買えるってこと、買えるってこと、はい、買えます。でも事前に必ず予約がいるし、はい、仕入れの状況とかにもよるんで、はい、これはね、ご主人、はい、お客様と打ち合わせしていただければ、はい、いけますんで。なんかピカピカ光ってるんだけど、本当にね、これね、あのただの味噌漬けじゃないと思う、だし巻きも美味しい、そばやっぱり、俺わかる、これ、うん、わかる、わかります。油ピカピカ。やった。おお。もうだ。もうだ。味噌の風味が最高。これは伝わん。伝わるかな、この匂いわかる。まずこの味噌漬けの香り。これは食べなきゃわかんないよ、これぜひともご注文お願いしますね。マルカツカイカン、マルカツカイカン味噌漬けでございます。そんな中、うん、メディアの方にも出たね、
メディア、メディアっていうのはテレビ、ラジオ、ええ、いや本当に出たね、出たさせていただきましたね。これもね、非常にありがたいです。本当にありがたい。こんなのね、始めた当初は夢にも思ってなかったし、考えてもなかったです。テレビの方では2回ぐらい出た、出させてもらいましたかね、うん、ありがとうございます。関係者の皆さん、ありがとうございます。 YouTube の配信の時にも、うん、もしかしたら CM かなんかでも見れるかもしれないよ。あ、そうですね、なんか1ヶ月間ぐらいやるって言ってましたからね、うん、ラジオも、ラジオはね、2つ、 FM 新潟さんのごっちゃの番組、そう、あの時のさ、うん、ヤンさんのさ、マグロの美味しさと言ったら、だからさ、あれテレビだったらなおさら伝わったけど、あのヤンさんのあの顔がさ、忘れられない。マジだったね、あれね、あれマジだったね、うん、あれマジだったよ。だってその後も、うん、あんまりにも美味しかったから、うん、視聴者プレゼントで、つなぎしプレゼントで、つなぎしプレゼントでマグロをたたきが、うん、なめかに、そうでしょ、行きましたから、美味しさのイコールでさ、いや、そんだけにそういう話があったもん ね、そんなことまさかなると思いませんでした、うん、本当に FM 新潟さんもありがとうございました、うん、そしてまたね、一昨年の、ね、あの年末に続き2年連続ですよ、うん、BSN のあの超人気番組チェ自腹ですよ、スーパーサスダグモシーさんの出たね、出させていただきますが、ありがとうございます。緊張した？いや、緊張するでしょ。今年は伊勢水蔵さんと、そう、サスダングマシンさんと3人でちょっと途中からやらせていただいて、これは参りましたよ、まあ、私、あの女帝とキングですよ、2人を黙らせたね、マグロでね、あの美味しさでね、そう、うん、決してまあ俺 の言葉の精度とか高くなかったですけど、いやいやいや、そうだね、黙らせた、いやいや、本当にそれもね、ありがたかった。そう、順番も良かったね。そうでしょ、うん、俺考えたんだよ年末、俺マグロだけじゃなかったもん。いや、だからそれはやっぱ椿チャンネルとしてマグロ出すのは当然だけども、やっぱり魚の魅力、うん、美味しさの魅力って伝えるとなると、この時期はあれだったっていうだけですよ。 あのさ、うん、ポン酢あ、何だったっけ、肉ポン、肉ポン生ポン酢、あれも強烈にうまかったね。あの後、うん、どこで買えるんだって来たの、うん、視聴者様から連絡あったみたいだよ。陸自のあの生ポン酢ってしっかり爪痕残したでしょ、あれ。いや、めちゃくちゃ残してる。で、記憶とさ、下に残ってるでしょ、あの牛さん。そう、ありがとうございます、本当に。あれでも買えないんだよね。いやいや、もうそろそろあの塚ちゃんの頑張りで陸さんとちゃんと話しつけさせてもらって、しっかり販売しようという方向に向かっておりますので、まあ、今年この早々に、はい、もう早々ですんで、まあ、しばらくお待ちください、うん、待てば待つほど美味しくなる陸ポンでございます。あ、飲めるんだよね。飲めますから、え、大丈夫ですんで、すぐ飲みますんで。嬉しい年でしたね。本当に衝撃的な、刺激のある1年でしたね。お前たまるかさん、また来たぜお前、これセッカ村のジャバミ豚っていう豚で、え、セッカ村のジャバミ豚っていう、ジャバミ豚って聞いたことあります？ジャバミ豚だよ。はい、すごい柔らかくて、うん、甘みがあるんですよ。で、それを味噌とあの岩の原の白ワインとニンニクに漬け込んで、岩の原の上越の岩の原ワインのワインですね。で、焼いてます。で、ちょっと赤っぽいんですけど全然火は入ってますね。全然食べてます。焼きたて食べてください好みで粒マスタードつけて。なるほど、はい、食べてみてください。いやこれちょっと一つ食べてみる、ね、匂いもすごい。いただきます。いいですか、いただきますね。めちゃくちゃ柔らかいです。これ待って、もう熱くもしない。湯気見ててる、分かる、プルンプルンしてる。いただきます。もう口に入れたら分かる、めっちゃ柔らかいです。今使ってるところが市内に居酒屋とかで使うところが増えてきました。え、味噌焼きは買えるんですか？買えます、はい。これは丸勝会館さんの通販で、はい、買えるみたいなんで、はい、これはね、ちょ、もういい、これもうね
お二人もさ、もうなんか俺のこと取ってないで、これ多分あったかいうち食べてこれ言うよ。間違いです。マジ超うまいから。ボーッ、うまい。いや、マジで。いや、早く食べてもいい。なんか得意な料理は、分野はあるんですか？お菓子が好きですね。ここにいてお菓子だった。ほんと勉強されてるんで、うん、いろんな料理に、もうほんとなんかこうより収集ポイントを抑えて上手に仕上げてくるっていうのが俺、丸勝さんの風貌からは想像できないね。これでも料理にやっぱり優しさ感じるんですよ。でこの鴨の出汁にしたってさ、刺身のあれにしたって、今この味噌漬けにしたってすごいパンチが効いてるだけども優しいっていう人柄が出てる。この関川村のフードもそうです。丸勝さんの人柄が出てる料理は最高です。ありがとうございます。おー、こんちすごい。丸勝さん来ました。はい、やります。山越牛のローストビーフです。山越牛。はい、山越牛です。うわ、なんか、しかも綺麗。マジで春が来た。冬も真っ只中のに関川村に春が来た。ローストビーフの花です。すげえな、これ。このタレは、これはリンゴです。丸勝海岸来てくれたお客様なら分かると思いますけど、多分このタレただもんじゃない。丸勝さんさ、何でもやるのさ。何でもやるけど、ちょっといただいてきますもんね。じゃあ、ひさひさひさ、いやいや、いってきます。霜が分かる、霜降ってるから。いや、丸勝さんのロースミンでございます。いただきます。なんだろう。これは反則だ。ちょっと待って。抜かれた。完全にボールです。うまい。ちょっと待って。もう一回、うん、確認させて。うん、確認。これさ、たっぷりつけまんさ。幸せ。幸せ。今年はどうする？今年はですね、私が年男なんですよ。おお。早生まれですからね。辰年、龍のごとく、上へ上へ、うん、人生と線路はマグロと一緒で、前へ前へ、いいね、突き進んでね、やっぱり今年しかできないようなことをどん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 チャレンジするしてみたい。今年この年男でどれだけ広げられるかっていうのがやっぱり自分の中でもね、仕事の面もそうですし、この佐々木さんでもそうですし、関わってくれた人に対してもある意味ね、まあ、全部恩返しするってことはできませんけども、恩返ししつつどれだけ伸びれるかなっていう。そうだよね、飛躍の年だと思うんで、そこにやっぱり佐々木さん、ひろきさんとね、3人で助言、うん、ご指導してもらいながらね、そうだね、どこまで伸びれるかっていうことをやっぱりやっていきたいですし、ね、最初の通り、うん、人と魚をつなぎます。人と人とのつながりを大事にして、さらなる、いろんなことに挑戦して、魚の魅力、マグロの魅力、魚の美味しさ、マグロの美味しさ、新潟の魚河岸の魅力をやっぱり発信し続ける、ラグビーウェイと人とつながっていくっていうことが大事じゃないかなと。頑張りましょう。頑張りましょう。頑張りましょう。すぐに一発目の。一発目。1月7日。もう多分もうこの配信がされてる頃で終わってると思う。終わってますけど、概要欄に貼っておきますんで。うん、YouTube で聞ける。BSN のね、スーパーサスナゴマシンさんの。チェンジバラ年またぎで出演ですから、うん、新年の一発目の放送ですよ。ありがとうございます。ちなみにね、ええ、あの
佐渡団子マシーンと伊勢瑞穂さんは大絶賛だったらしいよね。そうですか、ありがたいうならしたらしいね。あ、いやいやいや、まあ、うならせたらなんでよ、でもないですけども、でもこれもやっぱり魚の魅力、マグロの魅力が伝えられたら本望ですって。あれなんでしょう、うん、新年一発目マグロだけだったんでしょう。そんなことございませんよ。リクジのリクポン言ってますか。リクジのリクポン言ってますか。生ポンズ言ってますからね。リクジ言ってますけど、あそこ扉開けた瞬間からいい香りが来たよね。じゃん、お締めでさっきのカブ鍋を、もう一回作り直してズドッと言ってモッツァレラとパルミジャーノ入れて、まあ、サムびっくりですよ。モッツァレラマジですかこれ。あ、いいよこれさ、絶対美味しいよこれさ、思うでしょ、何回も言うよ、セッカー村でないからこれ。マルカツ会館だから出るんですよ。これ持ってないよ。これちょっとうまいね。もう映像でうまいでしょ。っていうかキノコの香りもすごい。だからさ、ちょっと一回鼻かもうかな。あ、もうすっごい香り。出ます。おいです。超うまい。マジでうまいよこれ。だってこれカモも入ってたんだよ。カモにさっき食べたでしょ、うん、確認したでしょ。食べた。カモが美味しくて、だしが美味しくて、リゾット風にしたんですよ。マジでほんと多分ね、もう多分出ました、今年一番の鍋が。リゾット。もう多分ね超えられない、それだけ美味しいよ。マジでちょっと食べな。超うまいよ。本当に丸かつかきか、もしこれ予約できるなら予約して食べた方がいい。これはね、食べないで知らないのは良くないと思う。ちかさ、うん、全部美味しいね。全部美味しい。ずっと美味しい。丸かつかきか、ずっと美味しいから食べてみてください。すげえ。マジで超うまい。いやもうね、ひろくし、もう取る前食べといよ。もうね、いろんなの今日食べさせてもらいましたけど、全部一品一品超えてくるこれ、うん、いや、もういいね、もう早く食べな。マジで今年一番って言っても過言じゃないでしょ。まだ早いけど、もう一回来ました。うわお、また来たよ。マルカさん、次何？次デザートの1品目なんですけど。1品目だよ。1品目、はい、あのドライフルーツを入れたチーズケーキになって、上がクランベリーソースです。ドライフルーツを入れたチーズケーキに、このシャインマスカットとクランベリーのソース、はい、聞いたところによるとチーズケーキめちゃくちゃ美味しいって。はい、甘さを酸味にしてある。すごい。新潟県のケーキ屋さん一回来るべきだと思う。マジで濃厚だし、もう香り、ボッコボコ。マジでこれは本当に今な、もう全部そうだけど、今日の丸勝さんの料理は全部そうだけど、食べた人しか分かんねって。俺そんなないから食べた方がいい。ご賞味あれ、関川村でこんなのがない。超前からちょっとコメントするのも食べちゃってるから。もうね、社員もね、みんなが社員も邪魔。もうね、いただきます。いや、つかき強く食べたみたい。
マジでうまいから。48年間でないし。キャラメルアイスの出来たてのちょっと全然違うんで、もうムースです。これはでしょうんめ、これわアイスなのにふわふわで、入れた瞬間なくなんだよ。綿飴なんてもんじゃないよね、消えちゃうもんね。なくなっちゃう。これはね、ぜひとも伝えなきゃいけないですよ、これ。初めての食感ね。俺年男だけど、ここ選んでよかったよ。最初のスタート切ったね。切ったね。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いただきます。いやー、ありがとうございました。ありがとうございました。うまかったでしょ。今年のこの新年一発目はここに来るべきして来たんですよ。そうだよね、ええ、何品ってたんですか。数えてないし全9品ぐらい行きました。好きがなかったね。好きなかったね。ずっと想像を超えてきたね、今回の。全部対象戦だった。いや、ずっと対象だったね。で、最後負けたっていう。おいしさにね、乾杯。乾杯。マルカツさんのやっぱこう料理に対する、食材に対する、いや本当に、ね、お客様に対する思いで負けちゃいました。ありがとうございます。いや本当に、いやもうめちゃくちゃ良かったですよ。ありがとうございます。マルカツさん本当に今日はありがとうございました。いえ、どうもです。ありがとうございます。お忙しい中、ま、はい、ごめんなさい。強引にね。創業が昭和52年ぐらいなんで、新潟の石川の家で、はい、そうです。そんなマルカツさんはその先代のお父さんと一緒にこちらで、はい、そうですね、うん、でも一緒に働いたのは多分 2,3 年ぐらいかもしれないです。違うところで、はい、養殖の方を、そうですね、はい、修行されてる、うん、はい、お父さんとぶつかったりとかしました。いやもう毎日喧嘩ですよ。そうですね。そうだよね。お父さんはお父さんの味とか今までやってきた自負あるしね。その下に越えてる、ね、そう、こう、そう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 、こうじゃなきゃダメだっていう形を多分崩していったんでしょうね。古典的なんですよね。それが悪いとかではなくて、やっぱ多分料理って進化していかなきゃいけない部分とか多分あるし、ね、やり方とかね、はい、まあ、でもね、今日もいただいた数々、うん、結構やっぱ洋食のテイストが、うん、見え隠れしてたし、うん、基本は外れてないんですよ。だしだから、うん、だしとか、まあ、例えば冷たいものは冷たく出すとか、うん、あったかいものはあったかく出すとかで、もう完全なるこれ基本なんで。その中でも2022年の8月3日、はい、3日4日でしたかね、はい、うん、にこの地域含めて広い範囲で豪雨があるので、はい、こちらも80センチの、はい、水位がね、上がってね、大災害だったわけじゃないですか。そうですね、すぐには仕事戻ることもできなかったですし、できなかったですね、相当今までご苦労されたと思うんですけど、はい、今年の4月から新たに何か指導されるみたいですよね、はい、広い範囲でいろんな料理ができるっていうのは強みだと思ってるんで、それを生かして仕事につなげられればなと思って別店舗宴会みたいな感じで考えてるんです。こちらの、はい、今実家の同じ場所ではなくて、いや同じ場所の1階で、名前ももう全て変えて、2階は2階で丸勝会館、丸勝会館の良さを残しつつ、そうですね、なるほどね、あ、面白い、はい、どんなコンセプトの和食とビストロとカフェみたいなのを混じったような形態が全部できますよね。一番いいような感じ でもさ、今日の料理見てもらったし、食べて、ね、食べた我々だけ分かるけど、うん、全部当てもらうね。あの食した方の笑顔が想像できます。ああ、ありがとうございます。すごい、よくいいこと言うね。笑顔が想像できるってさ、繰り返して言うと、うん、こっから編集になる。そうだよね。いやでも笑顔が想像できる。私で言ったらマグロ食べたらね、笑顔になる。そう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 、視聴者の皆さんも安心してね、うん、こちらの方まで来てもらって、ドライブがてらさ、うん、自然を楽しんでもらって、はい、で最後料理楽しんでもらった。食べていただきたいよ。まずはね、まずはまあこの映像を見ていただいて、うん、気になって、ね、食べたい、行ってみたいと思ってもらって、実際ね足運んでもらって、うん、ですね、はい、これは実際にちゃんと事前予約とかすれば、はい、事前予約になります。まあ、もちろん同じものではないかもしれませんけど、はいはい、所在がね変わったりね、はい、値段も変わったりもあるでしょう、はい、でもやっぱりそうやってご予約いただければ、はい、対応ってもらえる、
そうです。これから復興を目指す丸勝さん、丸勝会館さんがまたリニューアルしてね、さらに綱吉チャンネルとともにね、地域の皆様とかご家族さん、ご家族の皆様とともにね、上上前前行ってくれればいいかなと思って、やっぱり今回の新年会はこちらでやる意味があったっていうことですよ。納得したでしょ、うん、で、つながることは綱を食べることですからね、どこかで聞きました、このキャッチフレーズですけども、また新規オープンというか1階がまた違う事業を始めたら、うん、ぜひ皆さんに来てもらいたいなと思ってます、うん、よろしくお願いします。お願いします。じゃあですね、本日も、はい、村田さん、いつもこっちの財務スポーツこっち行ってください、私こっち行きます。わかりました。2024年、本年もよろしくお願いいたします。本日もありがとうございました。なんかいいの来てるんだね、これね。あ、バレた。マグロって書いてある。これ書いてあるでしょ。人と魚をつなぎます。ちょ、後ろも撮って、後ろも撮って、やります。この辺のね、物販の方も若干やっておりますんで、気になった方はね、概要欄から、え、概要欄からぜひとも。デジタルでやっぱ見直してこういう感じになるんですけど、冷凍庫保存すると空気がだんだん抜けてくるんですよ。あ、それね、はい、ね、これさ、ちょっと丸活ツアー組まねえ。チャンネル登録とグッドボタンの方も引き続きよろしくお願いいたします。丸活会館さんの方は電話番号も載せておきますので、各自お問い合わせください。寿司販売もやっております。一番の反響はどうなの？一番の反響はほとんどが味方してくれてるよね。結局は我々3人が伝えたいことは、魚の魅力を伝える、マグロの魅力を伝える、で、魚河岸の技術を伝える、うん、っていうことだけなんで。そうだよね。それに邁進していくんであれば全然問題ないし、自分たちのやりたいことを粛々と進めていければいいと思うんで、ただ市場の風は完全に変わったと思います。まあそう、変わったと思うさ。もう見る目が絶対違うもん。だってお二人歩いてたってみんな声かけられるよ。ありがたいね。俺のところに来るこいつのは協力してくれる、うん、温かい身を持っていただいてる、そういう声がたくさん俺の元には届きますけど、まあ勝負の世界もあるわけですよね。もちろん、うん、そんなこと。でもやっぱり完全新潟の魚河岸会では変わりましたよ。そうだよ、うん、豊洲とかもね、いろんな市場でもいろんな YouTuber が、多分魚をね、使った YouTuber とかいるでしょうけど、新潟は完全に我々が先頭切ってやってますから、やっぱり思いもしっかりとあるし、そこはブレずにやってるわけだから、いや本当に今さっきも言ったけど、すごく、まあ、内容の濃い、充実した、でも大変だった、手探り状態だったから、まあ、これからあとはね、ネタ探しじゃないけどもね、まあ、どういうところにフューチャーしてスポット当てて、よりよく、皆様に理解してもらって伸ばしていくっていうことがやっぱり確かに、大事になるかなと、で、まあ、ゆくゆくはこういうチャンネルを見てもらった人に、特に若い子に魚になりたいとか、やってみたいとか、ね、食べてみたいとか、そういうこともあれば一番嬉しいじゃないですか。本当にね、普段こう食すね、食べ物にすごい思いを持って生きてる人たちがこれだけいるんだっていうのが伝わるだけでも、それは大きいよね。そうですよね。まあもうこれがね、花屋さんであったり八百屋さんであったり肉屋さんだよね、いろいろあるけども、まずは取っかかりとしてね、この綱吉チャンネルの魚っていう部分ではいいんじゃないでしょうかね。いや本当に、だからやっぱりこれはやっていく意味があるんだよ。よく言いますね。魚屋さんもね、皆さん協力し始めてますね。そうですね。ずっとお魚屋あきちゃんですね。いろいろね、お客さんも。コフさんですとか。そうですね。インスタで。ゴメさんとかね。ゴメさんですとか。いろんな方がね、取り上げてくれるんで。正解を当てに行ってるわけじゃないですからね。そうですよね。正解を。探していったら正解だったかなみたいな感じでいいんじゃないですかね。正解も一つじゃないですか。そうですかね。そうそう、食べ方、魚の食べ方も一種類じゃないですか。そう、和食洋食中華あるからね。そうそう、いろんな YouTuber がいて、いろんな正解があって、
いいんじゃないですか。そうだよね、うん、グッズも作ってみたよね。そうありますわね。ありますわね。ありますわね。もうこういうグッズ展開もね、うん、結構なんかトン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 っていったね。いきましたね。ジャイマスキャップが一番いい例じゃないですか。 T シャツもそうですけど、うん、最初に YouTube やった時にそんな展開がまさかあるなんて思いもよりませんでした。ステッカーだってそうですよ。そう、似顔絵だってそうじゃないですか。お客様が好意で描いてくれたこのデザインがステッカーになったり T シャツになったりフリースになったりしてるわけじゃないですか。結果ビヒッて時まで鯖屋さんとコラボレーションメニューとかさいますね。1ヶ月間だったけど、そうですね、僕の知り合いとかでもさ食べられた人いっぱいいたよ。行ったんだけど売り切れた。売り切れてね。ああ、ありがたいですね。いろいろな方とつながってまた行くんだね。そうそう、まあそれをきっかけにね本業の商売がうまくいったりつながったりっていうことがありますしね。ありがたいですね。解体ショーもあれ何百人いたんですか。結構多かったですよね。やらせていただきました。イベント呼んでいただきました。これからもねご依頼もね、そう YouTube 見てね概要欄に言っていただければね、ねあのぜひとも予定が合うんであれば、うん、いくらでも、ええ、提案もさせていただきますしね。ね、砂吉が自ら。そうですよ。でマグロもやっぱりね限りある資源ですんで、うん、それなりのやっぱりお金は、そうでもまあ砂吉の目利きで、そうですね、実際にマグロをお持ちして、でその場でその場で笑顔を持って帰るっていう、美味しさとね記憶をね、うん、持って帰ってもらうとね、そうそうそう、残していいのはね何ですか、割り箸だけですかね。釧路グループさんありがとうございました。またぜひとも何か機会ございましたらよろしくお願いいたします。それを見てくれたね関係者の方々もぜひとも綱吉にやってもらいたいご要望があるんであれば、うん、概要欄の方でよろしくお願いいたします。これまた盛り上げるんだよねこれがね。盛り上がっちゃうんだね。そんなないぞ岩木ちゃん。そんなないただ下ろすだけだからね。いやいやないない、すごい盛り上げちゃうんだから。参っちゃったよね。30分でこれ1時間やっちゃうんだからと。2023年激しい1年だったね。いや本当にね激動でしたね、うん、こんなに刺激ある1年も久しぶり。あそう、うん、いやうちらも楽しかったよね。楽しかったですね、うん、だってもともとありがたい魚やって刺激ある職業だと思ってたし、うん、この刺激に一回慣れちゃったら他の仕事例えばついた時にちょっと怖くなったし、この刺激はすごく俺にとっては心地いいなっていうこともあったんですけども、やはり綱吉さんにやらせてもらってさらに刺激が倍増されて楽しくなったなっていう人生もそうだし、まあ、もちろんねこの自分の仕事ということにもやっぱり誇り持ってやらなきゃいけないし、やるからにはね、そうそう、うん、ちゃんと伝えなきゃいけないんで、うん、柔道とか、うん、まあそれで相撲とか、うん、ジュニア世代のところに関わったりとかするけど、うんうんうん、そういう人たちも、うん、ございますってやってくれたりさ、キャップ買ってくれたりね、うん、T シャツ着てくれたりさ、そういう人たちも、うん、その綱吉さんで見てもらって、いや本当でしょ、もうね、子供たちはありがたいことに、いや先生。チャンネル登録数何人だよとか、うん、教えてくれる教えてくれる、いやいいね、ありがたいですよ、可愛いじゃないですか、そういうこと言ってくれる本当にさ、ね、ありがたいですよ、単純になるね、魚のチャンネルだと思ったらさ、うん、子供たちまで見てくれるんだもん、身近にこうスターがいるっていうか、いやいや、まあ、スターって、まあ、それほどっていう、ね、まあ、そんなことないけども、でも結局ね、まあ、そういった切り口、入り口でね、魚やるという仕事もあるんだよという見てもらえれば分かってもらえれば、うん、嬉しい限り、うん、ありがたいですね。でまだ街でもたまに声かけられるでしょ。いや本当ありがたいですね。でもねやっぱね、いや今までもチャランポランしてきたわけじゃないんだけども、より一層ね立ち振る舞いとか、そうだよね、身だしだみとかね、まあ十分気も汚いけどもね、うん、
でもそういうこともやっぱ気をつけてね、うん、やっていけばもうちょっとシュッとするかなと思ったけど、まあ、全然してないけどねまあでも心構えとしてね、うん、いいですよやっぱり、うん、視聴者様もね、うん、しっかり見ていただいて、チャンネル登録者数も伸ばしていただいて、そうだね、ええ、だって最初、ね、うちら3人しかいなかったんだよそうですよね本当にチャンネル登録者数3人からスタート3人だからね、3人ですねトリトリの嫁さんがしてくれてる、あ、そうですね、そうですね、そうだよ、あ、でも大事な存在、トドキチもいましたから、いや、そうだよね、トドキチのあのね、若いパワーもさ、いただいて、そうだよね、でもそうやってみんなに関わってもらってさ、ありがたいですよ、そうだよね、ね、みんな盛り上がってもらいたいよね、いや、本当ね、動画事業界にならずね、うん、みんな、うん、何かしらでね、飲食業界もそうだし、そう、うん、全部つながってるんで、つなきちの朝飯シリーズなんていうのを見てみたい、そうですね、つなきちのね、朝飯シリーズ、僕もずっとね、ご飯を食べるのも好きなんで、まあ、そういった感じと、あと塚木さん、ほら、あの、なんか、ライブ中継じゃないけど、ね、うん、その辺もちょっと挑戦していければなと思ってますんで、それも乞うご期待のやりたいことですからね、それもやっていきましょう。津田吉も新潟市内含めいろんなお店があるわけでしょ、なぜにこのね2024年の新年会一発目、これって、マルカツさんと何か関係があるわけか、部活の先輩後輩です、柔道部の実は先輩後輩で3年生の時の1年生なんです、1年生、はい、もう完全に僕の方がマウント取りましたけどこちらの丸勝さんのお父さんがなんと新潟中央水産の方で仕入れをしてくれてたと、僕が働く前から先代になるんですか、先代です、もう亡くなったんですけど、で僕が中央水産に入った時に市場にいたら、おっとと何しに来たお前みたいな、いや魚買いに来ましたと、うん、どこに買いに来たの行った時に、うん、いや中央水産、いや俺働いてっけどっていうところが約20年前ですね、うん、はい、っていうことですから、ね、そうそうそう、お医者さんは、はい、ね、直してくれたらありがとうって言われた、そうそう、魚屋は美味しいって言われたと同時にありがとうと言われてるようなもの、ね、同じですよ、同じですよ、言われたいし、そう言わせたくて誇りを持って料理と向き合って素材と向き合ってやるわけですから、マルカツさんから見て、はい、こういう、まあ、先輩というかつらくてどうですかそれちょっと答えづらいんだけど田中さんはでも本当に真剣だと思います、真剣というかこういいものしか多分使わないあっていうのは多分ありますね。なんか魚屋さんによってはこう売れ残りとか売ってくる人とかもやっぱいるんですよね、はけなきゃいけないんで、まあね、それも一つのね、はいはいはい、商売としてね、うん、確かに田中さんの場合だとお目にはこれやれね、まあ、そこら辺はね正直に、はい、確かに安価のものもあるし高額のものもあるけども、やはりそのお客様に合った、あとは自分の気持ちに正直にこの人にはこれを出せるのか出せないのかっていうこともやっぱりしっかり見極めてやっていかないと、自分がトータルして見た中でのお客様にどれをはめていくんだっていうことはやっぱり、もちろんそこの中には一つ一本筋を通してこだわり、この魚あの魚っていうのはありますよ、もちろん、このお客様何求めてるんだってことをやっぱり見極めないと、水欲しいお客様にお湯やってどうするんですか、お茶飲みたいお客様にコーヒーやってどうするんですか、やっぱりそのお客様に合わせてね、そうしっかりと、うん、ある程度の提案力の幅を持った中で当てはめていくってことがやっぱり大事ではないかなと。ただね、今回の丸勝さんの料理に関しては完全に我々の想像を超えていったし、いろんなお客様に幅広くバチッと合っていくような料理だったと思います。やっぱり、まあ